ウェスト・ミフリンは、アメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲニー郡の自治状態にあるボロである。ピッツバーグ中心街の南東にあり、同大都市圏に属している。2010年の国勢調査で、の人口は2313人だった。ボロの名称は、トマス・ミフリンにちなんで名付けられた。ミフリンは、初代ペンシルベニア州知事、連合会議第5代議長。 アメリカ合衆国憲法署名者及びアメリカ陸軍の初代死刑相監だった。ウェストミフリンボロは住宅地が多いが、アメリカでは最古クラスのアミューズメントパークであるケニーウッドパークがある。その他の雇用紙として海軍の原子力推進技術の研究開発機関であるベティス原子力研究所、ウォルマート、サムズクラブ、モノレールのメーカーであるボンバルディア、 US スチールのモンバレー工場アービンプラント、アレゲニー郡コミュニティカレッジの南キャンパス、アレゲニー郡空港など様々な企業と産業がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は14.4平方マイルであり、このうち陸地14.2平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は1.80%である。地形は、丘陵ともりが多く、 東側境界は、モノンガヒラ川が3カ所で横切っている。昔から製鉄所のスラグや、フライアッシュのような副産物を捨ててきた結果として、ボロの景観が変わってきた。石炭の採掘が小さな水流の流れと水質に影響してきた。土地の開発者は、土地の利用可能性を良くするために谷や、その他小さな区画の土地を埋めて、平らな土地を作ってきた。 有毒廃棄物等基地域はバイオレメディエーションによって水質を改善してモニターされている。ウェストミフリンは独自の下水処理施設を運営している。環境保護機関が環境法の規定にのっとり78の施設を監視している。アスベストの廃棄物や放射性廃棄物は1991年に規制されるようになった。ウェストミフリンボロの北はピッツバーグ市の地区である リンカーンプレイストヘイズ、マンホールボロ、ウィテカーボロ、東はトゥーケーン市、南東はドラボスバーグ、ボロ、南はジェファーソンヒルズボロとプレザントヒルズ、ボロ、西はボールドウィンボロと接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。失業率は6%を少し超えている。ボロ政府は現在の法典と委員会で統治されている。 立法委員会委員の年給は4125ドルで、ある。救急医療サービスは、ボールドウィン・プレザント・ヒルズ・ウェスト・ミフリン救急医療、サービスステーションが担当している。ウェスト・ミフリンの消防団は次の通りである。ウェスト・ミフリン警察署は、レバノン道路1022本部がある。常勤の州が認証した、警察官が24時間ボロを守っている。捜査部、パトロール部、 K-9 部隊などいくつかの部門がある。薬物のタスクフォース、児童の薬物汚染防止教育、高校生を対象とするプログラムなどの任務がある。家事や救急医療に派遣されることもある。この場合は、救急医療派遣訓練を受けている者が担当する。ウェストミフリンボロ内には11個の学校がある。公立が7校、私立が4校である。ウェストミフン公共教育は、 ウェストミフリン地域教育学区の一学区である。ウィテカーボロやドゥーケーン氏の生徒もウェストミフリン地域教育学区の学校に入学している。ペンシルベニア就職業訓連校がウェストミフリンにある。ありがとうございます。